FX って何か分かった？分かんない。しょうがないな、放課後居残りだな。先生、優しく教えて。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフターショー。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール。この番組は投資の学校沖縄トレード学院の提供でお送りいたします。はい、日本時間午後8時半を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、こんばんは。ユーストリームツイキャスをお聞きの皆様もこんばんは。 FM 小座をキーステーションに全世界3局ネットでお送りする沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール。今日も言えました。はい、お付き合いいただきありがとうございます。この番組は、投資の学校沖縄トレード学院の学院長、私親川正明が普段はなかなか聞けない投資や FX その他の話題を通じて皆様の収入アップを応援する番組です。そして今日はゲストに、ゲストをお呼びしています。ちょっと、自己紹介の方お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。金曜さん自己コミュニティインサイトの MC やってます中村と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はあの中村さんはコミュニティインサイトという FM 講座金曜日昼3時の番組のパーソナリティでもあるんですが、裏の顔はなんと個人投資家です。多分この番組始まって初めてじゃないですかね、個人投資家の方をお呼びするっていうのはね。ちょっと初めてなんでちょっと楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、この、僕と中村さんとまたリスナーの皆様からのメッセージも受け付けております。はい、中村さんね、個人投資家である中村さんへの質問、それから、投資歴だけやったら長い、学院長親川への質問、投資への疑問質問、成果報告、儲かった損した何でもいいです。はい、フリートークで受け付けております。メッセージの宛先ですが、メール761@fmkoza.jp、 メール761@fmkoza.jp です。またパソコン、スマートフォンをお持ちの方はインターネットからでも視聴が可能になってます。 FM 小座で検索をして FM 小座のホームページへアクセスしてください。スタジオの様子もご覧になることができます。で、ここで提供スポンサーさんの投資の学校沖縄トレード学院のご紹介を、させてくださいね。沖縄トレード学院は私親川が学院長を務める投資未経験者から投資経験者の方まで FX 投資を通じて幅広く投資が学べる学校です。投資とは何かといった基本的なお話から投資の始め方、そして利益の出し方などが学べる投資の専門スクールとなっております。主な活動は投資の始め方の講義やグループレッスン、経験者向けの個人レッスン等々幅広く行っております。でですね、今実はもう FX 初級コースって言って経験者向けのコースを実際今開講中で、今全6回、コースのうちの3回をうちも終了したところなんですけど、ちょっとびっくりしたことがあって、皆さんですね、わずか3回しか僕なんか授業を受けてないのにもかかわらずですね、8割の方がもう利益出しちゃってるんですよ、デモトレードで。もう僕みんなにね、卒業していいよって言ってますけど、なかなか卒業してくれないんですよ。で、一番成績が良かったのが、これ僕も正直僕自身も多分できないことなんですけど、174連勝がいます今。で、デモトレードって言って仮想の資金でやりますんでね、ゲームみたいな感じで実際のお金を使わずに仮想のお金でやってるんですけども、300万円持ってることにして、ね、300万円持ってることにして、で、どこまで増やせるかっていうゲームをやってるんです、簡単に言うと。 FX 投資に関してですね。で、今この人が174連勝した時点で300万の資金が
374万になってました。でその期間っていうのがわずか 1,2 週間なんですよ。だからもうこのままのペースでいくとですね、月に資金が 30% 増えるっていう計算になるんですね。3ヶ月で資金が倍になるぐらいのこう勢いでやってるってことですね。いやーちょっともうこの人もまあすごいんですけど、でも何がすごいかってやっぱ8そでこの8割の方がかあのね今利益を出してるって言ったんですけど、その残りの1割の方は下手くそかって絶対そういうことじゃなくて、その1割の方も2割の方かな、2割の方も実は先週は利益出てたんですよ。でたまたま今週はちょっと調子が悪くてっていうことでたまたま損したみたいな感じのまあだったんで、いやーなんかね、僕よりうまいじゃん、うまいじゃんっていうか、うまくなってるじゃんっていうね、ね、入ってきたときはもう右も左もよくわかんないっていう感じの人が、まあよくここまで成長できるなと思って、本当にありがたいですけどね、嬉しくてね。で、僕もまあちょっとそれに従ってすごい嬉しくて、もうそれに応えるようにも、ね、レベルが高いもんですから、それなりの資料やっぱこっちもね、こちらもやっぱ準備しないと、やっぱ授業がすぐ終わっちゃうんで、はい、ちょっとレベルの高い教材をちょっと作ってですね、今ご提供しているところでございます。はい。このようにですね、沖縄トレード学院では、まあ、実際のお金を使わずとも、まあ、仮想のお金でしっかりと利益を上げる方法を学んでいただいて、それから、まあ、実際の投資に臨んでいただくかいただかないかっていうのは、まあ、ご自身で判断していただいてっていう、こうちゃんと手順を踏んでやってますんでね、まあ、いきなりお金を使って、まあ、儲けるんだっていうのも、まあ、いいとは思うんですけれども、ただ投資で一番大事なのはやっぱりお金を失わないことだと僕は思っているので、ね、儲けたいっつってやりたくてもですね、お金がなかったらそもそもこの世界ね、投資をすることが不可能になってしまいますので、まあ、まずは資金を減らさないで資金を守った上で、まあ、できる限り攻めていくと、守りがちょっとまあ僕は先に来るのかなと思って、まあそのまあ、ご提案ですね、まあ、授業の中でさせていただいているところでございます。はい。まあ、沖縄トレード学院ってそういうところですよもしよかったらですね、Facebook ページやホームページ等々ございますので、沖縄トレード学院で検索、沖縄トレード学院で検索をしてください、ね。投資の学校でございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ではですね、まあ、ちょっと CM の後に、中村さんとのマニアックなすごくマニアックな投資トークや、まあ、もしメッセージがあればね、メッセージもお読みしたいと思います。よろしくお願いします。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、はい、時刻は8時、そろそろ40分になろうとしているところでございます。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、毎週水曜日夜8時半から始まっております。今日のゲストはコミュニティインサイトのパーソナリティ FM 講座ですね、 FM 講座、毎週金曜日、のパーソナリティであります中村さんをゲストにお呼びして、ね、個人投資家である中村さんをお呼びして、はい、マニアックな投資の話をしていこうと思っているんですが、その前に
さっきあの CM 中にあの中村さんと話したんですけど、174回利益を出し続けるのってちょっとまあ異常っていうか、まあまあないですよね普通ね。あ、難しい。まあない、まあないですよね、まあないですよね。で、あの僕 Facebook にあのアップしますって先週言ったんですよ。あの107、あ、その時108連勝か104連勝かですごいのがいるんだと。で、あの沖縄トレード学院の Facebook ページにその画像をアップするから、あのよかったら検索してくださいねってお話ししてたんですよね。ところが連勝記録伸ばし続けちゃって、この人がまだアップしてません、ごめんなさい。はい、すごい。一応多分まあ遅くても来週か今週か、まあ、ちょっと分かんないですけども、はい、でき次第アップしようとは思ってるんですが、まあちょっとね、まあ、もしかしたらもっと嬉しい報告聞けるかもしれないんで、引き続き彼には頑張ってもらおうかと思ってます。はい、では早速ですけど、まあ、今日の自治ネタというか、まあ、ちょっと軽く FX の話題を、先週、先週木曜日、ちょ、すいません、ちょっと、あ、金曜日か、はい、毎週、毎月か、毎月第一金曜日は雇用統計デーでございますよね。はい、あのドル円だったりとかユーロドルが激しく、ね、そういった通貨がですね激しく動く、魔の金曜日でございます。で、その魔の金曜日が終わりまして、結果としてはまあ、1ドル119円を超えるところまで上昇しました。まあ、1時間で 2時間かな1時間か2時間かけて2円の上昇って、まあすごいですよね、本当にすごい。まあ、いつものだいたい20倍ぐらいの破壊力ありますね。はい、まあ、あのもともとあの、まあ、アベノミクスだなんだかんだ言って、まあ、上方向っていう目線だったと思うので、まあ、みんなそれでついてきた感じはあるんですけど、まあ、数字も良かったっていうのもあるんですけどね。はい、でもいつもの FX アフタースクールってこんな話しないんですよそう、雇用統計がなんとかとかね、そんな難しい話しないです。今日は中村さんがいらっしゃるので、ちょっとこういったマニアックな話をしていきたいと思いますがでは早速ですが、中村さん、はい、もしあのなんか、お聞きになりたいことやなんかこう、なんかこれだけは言っときたいっていうのがあればぜひよろしくお願いします。そうですね、はい、このまあ、174連勝はちょっとすごいですけどまあまあすごいですね。まあ私もデモトレやってるんですね一応、はいはい、で去年の12月からやってて、はい、1ヶ月でなんか終わっちゃうんですけど、あ、はいはい、で2回目 の、 あの、やつをやっていて、はい、でその成績が私は100万通貨、うんうん、で、プラ87,405円、おー、8% の増ってことですね。8.7% ですね。 8.7%、9% ぐらいの増ですね。まあこれでずっとできればまあいいかなって思うんですけどね。あー、なるほどね。こういうペースでいけたらまあ十分だなと思う。もう十分ですよそのね、投資でよくね、いくら儲かるのってよく聞かれるんですけど、あの投資の世界って金額じゃないんですよ。まあ例えばあの10万円持ってる人がね、10万円を100万にするっていうのは本当に難しいんですよ、うんね、10万円を100万にする、それすごい難しいですけど、10億持ってる人が1日で100万稼ぐのって一瞬なんですよね。それこそ5秒10秒とかでできちゃう世界なので、あんまりあの投資でいくら稼いだっていうのは、まあ、僕にとってあんまり当てにならないっていうか、うん、ことなんです。じゃあ何で測るかっていうと、やっぱ何パーセント年間何パーセントお金増やせましたかと、元のお金に対してねっていうことが一つの基準になると思うんですが、あのすんごい凄腕のヘッジファンドって呼ばれてる人ですら年間 40% 上げたらもう異常だって言われてる世界です。はい、もう凄すぎると、うん、まあ、まぐれで1回ぐらいあったとしても、それ2年3年ずっと続けて 40% 出し続ける、 40% 出し続けるっていうのはまあないでしょって言われてる世界なんです、年間ですよ、うんうん、で、まあ普通の日本の投資信託とか、まあ銀行で売ってるような投資の商品ですと、大体まあよくて 5% から 15%、 まあよくてですよ、まあ悪かったら損失ということが、まあおおよそおおむね一般的です、年間ね、うん、だから年間100万円が110万になったらいいかなという、年間ね100万円入れた人が10万円儲かったらいいかなっていう世界が、まあ本来の投資の世界です。ただまあ一月で 8% とか一月で 10% っていうのは、まあ単純計算ね、1ヶ月かけ、あ、1年間やったらまあね、年利 100% 超えてきますんでね。確かにこれちょっとまあ異常っちゃ異常ですよね。まあもちろんね、今後ね、あの利益を出し続けるっていう保証がないので、まあ損したり得したりあるとは思うんですけども、まあそれでも年間 10% とか1割とかでもお金増えたら、それ結構ねすごいことだと思うんですけど、うん、あとですね、中村さん、まあちょっと小耳な情報なんですけどね、はい、デモトレードって1ヶ月であの大体切れちゃうじゃないですか、はい、でリセットされて、口座ってなんかリセットされちゃうんですよね、はいはい、で100万あって100万儲けて200万になったとしても、なんかデモトレードだからっていう、こう仮想のお金だからっていう理由でもう一回戻されるじゃないですか、はいはい、
ですけど、業者によってはですね、これ無期限のところがありますから、おー、うん、そういうとこ使われてもいいかもしれないですね。ずっと記録が残せるかもしれないです。はい、まあ、お尋ねいただければ後でもいいので、はいはい、ご紹介いたします。はい、そういうふうに業者、FX 業者によってもですね、ちょっと仕組みが若干違ってたりしますのでね、実は投資をする云々の前に業者選びも結構重要なんですよこの世界。そうですよね。そうそうそう、まあそうですね、まあ、もちろんね、儲かる売買の方法ももちろん大事なんですけども、まあ、業者がによってはそれできたりできなかったりすることもあるので、まあ、業者選びも重要ですよっていうことなんですけど、すいません僕ばっかり喋って、はいはい、あ、どうぞどうぞ。じゃあ、すいません、引き続きどうぞどうぞ、もし聞きたいことがあれば。そう、あ、うん、うん、そのちょっとさっき戻るんですけど、どうぞどうぞ。174連勝です。はいはい、170、気になります、174連勝、まあ、はい、どういう、まあ、可能な限りでいいんですけど、はい、どういうお仕事をされてたりするんですか。え、仕事ですか。いや、普通の、なんだろう、コールセンターかな。ああ、男性ですけどね。男性で、はいはいはい、普通の仕事ですなんか一日中へばりついてるとかそういうことじゃないです。うん、うん、まあ、限られた時間を彼らに使ってるんだと思うんですけどね。はい、じゃあそういった特別な、まあ、情報なり何、特にそういうものもなくて、はい、でそのトレード学院に行って、はい、ちょっと一歩踏み出すと、はい、ドカーンときたと。まあ、彼はまあ自分のこと天才って言ってるんですけどまあまあそうなんでしょうね多分本当に本当にこれはちょっとね、普通うちの学校来たからってちょっと天才性はやっぱあると思いますよ、うん、センスがあるんですかね、うん、だってなんだっけ、この方はまあ正直未経験から入ってますからね、うん、経験者コースに。だからまだ FX やって2週間とかですよ。2週間とかで2週間だ。10年やっても全然ね、損ばっかりする人もいる中で。すいません、いやいやいや違う違う、これは僕もね、僕の戒めも含めて言ってることなんですけども、そうそう、10年経っても全然利益が出ない人も世の中にはいる中でですよ、うん、で僕はまあ変だし、自動売買っていうこうね、自分プログラムをして機械にやらせることによって自分の負担を減らして、まあ勝ち続けてるっていうのがあるから、まあ僕はできるんですけど、うん、もう彼はもう完全手動ですからね。裁量で、人力ですからね。すごい、はい、完全人力で174連勝はまあ難しいですよ。ちょっと、うん、機械でもちょっと難しいかな、うん、なんかぜひ呼んでほしいですね。あ、来るかな。あ、でもね、彼ね、お仕事夕方から夜にかけてなんで、まあ休みだったら来れるかもしれないですけど、ちょっと聞いてみましょうね、うん、それ面白いな、呼んでみようかな。金曜3時もでもいいし。あ、でもね、こちらでもいいし。でもね、これちょっと難しくて、また投資の世界って儲かってるって分かっちゃうとみんな寄ってくるんで、はいはいはい、僕ぐらい、変な話ですけど、まあ、僕ね、あんまり儲かったとか損したとかあんまり言わないようにしてるんですけど、うんうん、そういうのもあって、ただ僕多分世の中には投資で儲かってる人って山ほどいると思うんです、実は。そうですね、うん、で表に出てきてないだけでいます、うんうん、絶対いると思うんですよ。で絶対顔出しとか絶対しないし、こんな人の前で喋るとか絶対やらないと思うんですよ、普通は、うん、だって喋っちゃうといらない親戚は増えるし、トラブルは増えるし、まあ、それこそ物騒な話、犯罪に巻き込まれる可能性だってありますので ね、 そうですね、まあ、だから僕みたいな物好き以外はそういうこと多分やらないと思うんですよ多分だから多分このね、何連勝しましたって呼んじゃうと多分顔にモザイクかけないといけなくなっちゃうんで。確かにそうかも。あと声もね、音声は変えてありますいやいやいや、174連勝したんですよとかなんかちょっとそういうことやらないといけないかもしれないんで、まあ、ちょっと難しいかもしれないです ね、 そうですね、呼びたいですけどね本当はね、はい、非常に興味がありますね。興味ありますね、はいはい。他々何か情報あれば。そう、これまあ、私のデモトレなんですけども、はい、いいですか。どうぞどうぞ。大丈夫ですか。うん、大丈夫です大丈夫です、はい、ちょっとユーストリームだとかで見てる方もちょっと見づらいとは思うんですけど、はい、これがドル円チャートですね。あ、日々の値動きを記録した、まあ、グラフみたいなやつですね、はい、ドル円のね、うん、でこれが日足のドル円チャートですと、はいはい、いうことで、でこの矢印の、はい、大陽線があるところが、はいはい、日銀の金融緩和の第2弾、いわゆる黒田バズーカ第2弾というやつですね。あ、なるほど。価格は急上昇したポイントがあるわけですね。そうです、ドカーンと上がって、うん、そこから、はい、まあ、レンジというか三角持ち合いで、はい、上下上下行っていますよという、はい、このサポートとレジスタンスの線を引いたというのがこの図ですね、はい、これ大丈夫ですか。ラジオ聞いてる人多分ついてこれてないですよね、はい、大丈夫です。ここからちょっと本気モード入ってるんで、はい、大丈夫ですよ。はい、どうぞどうぞ。で、それをですね、拡大したのがこの図になりまして、はい、でこの図はすいません見づらいと思うんですけど、はい、
この辺りですあーなるほどですね、グラフを拡大した図があるわけですね、そうです、はい、これがグラフを拡大した図で、はい、でそこの私のデモトレの、まあ、何回かのこのトレードの実績があるんですけども、はい、買いでまず118円の75銭で2万通貨買いで入ったというところから、はいはい、次の日に、はい、117円25銭でもう決済しました、はい、これは損切りですね、あ、損失になったわけですね、損失になりました、はい、これはあの、はい、まあ、陰線があってそこから上げてくるだろうって踏んだのが間違ったので、はい、まあ、下げたので損切りをしたということになります、はい、ただそこから買い下がってですね、2回目の買い、これが117円の25銭で5万通貨買ってますということですね、はい、でさらに買い下がって116円の75で3万通貨買ってますと、はい、でこの日は結局16円の前半ぐらいまで落ちたんですけども、はい、そこからずっと買い持ちをしているということで、はいはい、でその何日か後には、118円の75銭まで上がったので決済、はい、でもう一つが118円の25銭で、決済ということで、まあ、ここで利益を出したということになっています、はい、で見づらいんですけど、そこからですね、あのドンと下がったところから持ち直して上に行ったり下に行ったりと、この赤と青の線がローソク足が出ていて、はい、でクジラマーク相場みたいな気迷い相場とよく言われると思うんですけれども、はい、それが続いていてどこに行くかが分からない、迷ってるなっていうことになったので、はい、ここはもう一旦手締まいですね、やめたと。でそこからあの先ほどお話があった雇用統計の時に私は下がると踏んでたんですね、これも感覚なんですけど、ただ数字が良かったらしくてドーンと上がったので、はい、でここで一応売り買い出す実は両立てしたんですよ、だけど下と見てたので、売りをちょっと多めにしてたんですね、なるほど、そうすると上がっちゃったんでもう損切りをして、で途中で買いをちょっと入れて、はい、でもうちょっと上がったのでそこで売ったということで、これがあの雇用統計の夜のトレード、はい、で最後すいません、いえいえ、でその次にこの大予選の後はだいたいフィボナッチリトレースメントですか、38.2% 押すよとか、うん、61.8% 押すよっていうのがだいたいあるので、うん、それを見越して売りから朝入ったと、うんうん、で、30% 押しぐらいで売り、まあ、買い戻しで逃げようということで、うんうん、まあ、この幅も取れましたよということ で、うんうん、で今プラス、まあ、2万ぐらいですかね、お、うんうん、まあ、いろいろこう取引をバンバンやって、まあ、2万ぐらい利益が出てると、そうですね、いうことですね、はい、なるほど。ちなみにですけど取引するときって、はい、あのさっき損切りっていう話があったじゃないですか、はい、まあ、あの要は損失をね決めちゃうっていうね、うん、損失、これはあのやられる前にそのエントリーするもポッドですが、ドル円を買うとか買わないとかやる、こう実際ボタンを押す前に決めてるんですか？決めてます、あ、はい、上と下で写真と逆写真入れてて、あ、なるほど、はい、じゃあもう、証券会社に注文も入れて、もうここまで損が膨らんだらもうやめるよっていうのを、はい、もう初めから決めてるわけですよね。決めてます、はい、あ、でその幅が結構例えば雇用統計だったりイベントの嫌で振れ幅が大きい可能性があるとすればちょっと広く取るとかですね、そういうことを一応ちょっと調整しながらやってると。なるほどですね、はい、あの素朴な質問しても大丈夫ですか、はい、なんで そういったその、要は変なし買う前、要は何かをね、はい、あの株でもいいですよ、そのドル円でもいいですよ、買う前にそのなんですか、要は損失、ここまで来たら損になるからやめとこうっていうのを先に注文先に入れとくんですか、例えばその感覚で、うんうん、いやいやもうちょっと上がりそうだからちょっとね損を確定せずにね、損今損なんだ、今売ったら損なんだけど、もうそれ我慢して上がった時に売ればいいじゃんとかって発想なかったですか？あります、それはあります、あそうです、あの現物で痛い目によくも会ってきたんで、あ、やっぱり、まあ、損切りはある程度最初で決めていて、うんうん、で予想が外れたらもう切るっていうことを徹底しないともうズルズルいっちゃうと、うんうん、7年塩漬けの株を持ってるのはそのためです、うんうんうんまあ、デモトレなのでそれができてるっていう可能性あると思うんですけどね。 ありがとうございます。いや、あの僕もまあ投資歴10年で FX 専門でやってますけども相当詳しいですよ、うん、相当詳しい、さすがです。今あのメッセージ来てますんでちょっと読んでいきますね。純西尾さんから来てます。はい、ありがとうございます。15分前のコメントですけども、はい、成果が出るのは親川さんの教え方がうまいからでね、かっこ笑いって、 ありがとうございますでもかっこ笑いって言われてるから本当のこと言ってないなこの人とか言って
東京から？はい、東京からですね。はい、はい、デザイン会社の社長さんです。はい、2人のマニアックな話楽しみにしてます。ラジオだけどグラフジさんっていいですね。聞いてる人わかるかな。笑いってことですから。そうなんですよね。投資の話ってどうしても目で訴えるものが結構大きいもんですから、ラジオだけでね、要線がなんとかが、そうだからね、そういう意味で言ったら野球中継ってすごいなと思うんですよ。そうかも。だって、はい、ライなんか、はい、ピッチャー投げました、ライトに打球が飛んだ、なんとか背番号何番滑りながら取った、そしてファーストになんとかみたいな実況みたいな。確かに、あんなんでよくは、そう、あれ見たら分かるんですけど、あれ話聞いてるだけであれよくできるんだと思うんですよね。ね、分かんないですよね。だこれをじゃあ例えばさっきの、ね、投資風に例えると、ドル円が117円超えた、雇用統計調子良かった、損切りかかってる、両立て外したとか、そういう感じなんですよね。確かに確かに、そうですね確かにそうですね。なんかね、東京にはでも東京だったかな、なんかどっかにあるらしいですよ、雇用統計ナイトっつって。なんか雇用統計のそういうね、価格がすごく激しく動く時間帯にみんなで、はいはい、まあ、飲みながらお祭りですね。そうそう、楽しみながら投資をやるっていうなんか面白いイベントがあるって聞いたことがあるんですけど。面白いね。なんか沖縄でいつかやってみようかなと思ってますけどね。雇用統計ナイト、まあお酒飲みながらなんで、あんまり投資はやんない方がいいですけど見てる分にはいいんですけど ね。そうそうそう、興味がある人は非常に面白いかもしれない。そうそうそう、すごい盛り上がるかもしれないマニアックですねどうですか、ラジオ沖の皆さん、それからユーストを多分ね、録画で聞いてる人もいると思うんですけど、マニアックでしょ大丈夫ですよ、沖縄トレード学院はこのマニアックな話はね、FX 初級編を終わったぐらいから分かるようになりますんでね、それまでは優しく丁寧に教えますから、入学した瞬間にこんなマニアックな話しませんからね。はい、大丈夫ですから。はい、まあ、とは言ってももう、入門編かな、投資経験者のためのコースも来週で、卒業、それから経験者のためのコースも、まあ、あと3月の3日で卒業かな、ありますんで、まあ、もしかしたらその後ーコース新設でね、募集があるかもしれません。まあ、でもないかもしれません。まあ、これはFacebook や、ホームページの方で告知しますんで、沖縄トレード学院ホームページ、沖縄トレード学院で検索してください。沖縄トレード学院で検索すると様々な情報バーって出てきますんでね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ではちょっとお時間になりましたので、最後一言だけよろしくお願いします。はい、金曜3時コミュニティインサイト、いろいろお話やってます。どうぞ聞いてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。FM コザ、FM コザの金曜日昼3時はコミュニティインサイト、そして水曜日夜8時半からはこのマニアックな投資の番組FX アフタースクールを今後もよろしくお願いいたします。ではまた来週、チャンネルはそのままで。あー、もう時間か。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、下校の時間となりました。来週また会おうね。この番組